諸君は誰かに嫉妬したことがあるかな。今から500年前の1500年代、現在のトルコにあたるオスマン帝国に絶大な権力を握る女性がいた。彼女の名前はヒュンレム。時の皇帝スレイマン一世の皇后にして、オスマン帝国史上初めて国政や外交にまで関与した女性だ。オスマン帝国で女性が権力を持つには皇帝からの寵愛を受けて男女を産む必要がある。その子が将来皇帝になれば母校になることも夢じゃない。ただそのチャンスは通常なら一度しかないものだ。しかしヒュンレムはこのチャンスを何度も手にしていた。なんであんな醜い女が、あの女が寵愛を受けれるなら私だって。皇帝から特別に愛されたヒュンレムに対して高級ハレムにいる女性から妬む声も少なくなかった。ヒュンレムがそう言われてしまうのも無理はない。なぜなら彼女は元奴隷だったから。ミッドナイトムーンプレゼンテッドバイアルゴミトリ。マダモアゼン、つけたらす今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だぞ。言うの闇人形のヤメルですわ。今宵お話しするのはオスマン三皇子史上最も三魂だった三魂について。違うよ。今宵お話しするのはオスマン帝国史上最も影響力を持った女性ヒュンレムについてだから。任せてって言うから任せたけど盛大に間違わないで。さてまずはヒュンレムが皇后になった経緯から見ていくぞ。言うの？ちょい、決め台詞取るのやめなさい。皇后ヒュンレム。遡ること523年前の1500年、オスマン帝国はトルコ人の遊牧部族長オスマン一世が率いた軍事的な集団から始まった。やがて帝国は北はハンガリー、西はアフリカのアルジェリア、南はエジプト、イエメン、東はアジアのインドに至るまでの広大な領土を支配。3つの大陸を股にかけ、一時はヨーロッパを飲み込もうとしていたほど。そんなオスマン帝国は36代の皇帝によって統治され、600年以上もの間栄華を極めたんだ。この帝国が強さを保てた大きな理由は、意外なことにも多民族、多宗教を受け入れ、当時では考えられなかった女性や文化人も活躍することができた多様性の尊重にあった。そんなオスマン帝国の長い歴史の中で絶大な影響力を持った女性がいるんだ。その女性こそ今回の話の主役、ヒュンレム・ハセキスルタン。当時のオスマン帝国で女性が皇后の地位につくには皇帝からの寵愛を受け、男児を授かることが条件だった。その男児が将来皇帝になることができれば母校になることも可能。オスマン帝国の皇宮はハレムと呼ばれる。ハレムにいる女性は1000人を超え、皇帝からの寵愛を受けられる女性はほんの一握りだった。そしてたとえそのわずかなチャンスを得られたとしても、皇帝と夜を共に過ごすことは生涯で一度のみしか得られなかった。ただしオスマン帝国の長い歴史の中に例外も存在する。皇帝から寵愛を受けたい、皇帝との男児が欲しいわ。このように願う女性たちは少なくはなかった。だがヒュンレムは初めに男児を出産した後も皇帝からの寵愛を受け続け、なんと6人の子供を授かったんだ。そんなに皇帝に愛されるなんて、ヒュンレムはよっぽど魅力的な方だったのでしょうね。まあどうがこうが私の魅力にはかなわないでしょうけど。敵を作るような発言は控えめにしようね。誰もが欲しがるチャンスを6回も受けたヒュンレム。果たして彼女はどうしてそれほどまでに皇帝から愛されたのだろうか。当時の記録によると、ヒュンレムは赤い毛、緑色の目、白い肌だったそうだ。美人だったという記述よりも才気にあふれ、愛想の良い陽気な性格だったという記述が目立っている。例えばベネチアの大使などは優雅で小柄、若くはあるが美しくはないと評している。皇帝スレイマン一世はヒュンレムの見た目の美しさではなく、音楽などの才能や快活な性格を好ましく思っていたそうだ。なんであいつが皇帝からの寵愛を受けられるのよ。悔しい。あんなブスより私の方が美しいはずよ。ありえない。皇宮にいるライバルたちからはかなり嫉妬の目を向けられたに違いない。おー、女たちの戦いですわ。女性が皆欲しがっていたチャンスだからね。そんなヒュンレムが初めて寵愛を受けることになった時、ドロドロの女の争いが起きてしまうんだぞ。女同士の争い。その日皇帝に見初められ夜伽を命じられたヒュンレムに激しく嫉妬する人物がいた。その人物とは第一夫人のマヒデブラン。あなたのような人皇帝にふさわしくないわ。ひ痛い。嫉妬に駆られたマヒデブランはなんと短刀でヒュンレムに切りかかったんだ。顔に傷をつけられたヒュンレムは、私はこのような顔を皇帝にお見せするわけにはいきません、そう言って皇帝との夜伽を拒否した。せっかくのチャンスをみすみす見送るなんてと思うかもしれないが、これが逆にヒュンレムの追い風となった。というのもスレイマン一世はこの事件をきっかけにして以前よりもヒュンレムに注目するようになったからだ。女同士のドロドロの争い、最高ですわね。ただこの話の真相は不明で、一説によるとヒュンレム自身が顔に傷をつけた可能性があるらしいよ。うわー、魔性の女憧れますわ。
憧れないで。その後事件の真相ははっきりしないまま、第一夫人マヒデブランは皇帝スレイマンに距離を置かれてしまい、ハレムを出ていくことになってしまった。そして1534年、皇帝スレイマンの母が死去すると、ヒュンレムの影響力が高まり、ハレムの支配権を彼女が握ることになった。それに加えてスレイマン一世の相談相手としても大きな信頼を得ることに成功した彼女は、同じ年にスレイマン一世と正式に婚姻を結ぶんだ。これは婚姻関係を結ばなければ夜を共にしないとヒュンレムが迫ったからだと伝えられている。強くてニューゲームばりのトントン拍子ですわね。これだけ何もかもうまいこといくなんて、さぞやリセマラする気も起きないような親ガチャ一発 SS レア引いてるんじゃないですの。これまでミッドナイトムーンで紹介してきた権力を持ってる女性の多くは王家の女性だったりするから、そう思うのも無理ないよね。実はヒュンレムは壮絶な生い立ちから這い上がった、矢沢永吉もびっくりな成り上がり人生なんだぞ。ヒュンレムの生い立ち。1500年頃、現在のウクライナにあたるロハティンの貧しい正教会の司祭のもとに女の子が生まれた。彼女の名はアレクサンドラ・リソフスカ。後にオスマン帝国の皇后となるヒュンレムだ。あれ、ヒュンレムにはもともと違う名前があったんですの？そうなんだ。これにはとある理由があるんだぞ。アレクサンドラが14歳の頃、故郷の村がクリミア・タタール人の襲撃にあった。女を連れ出せ、一人残らず連れて行け。この進行でヒュンレムは奴隷になったんだ。ってことはヒュンレムは奴隷から皇后にのし上がった女性ってことですの？そういうことになるんだ。ヒュンレムは絶対不可能だと思われていた身分の差を超えて権力をつかみ取ったんだぞ。ヒュンレムは奴隷としてハレムに連れてこられた後、慣習によってイスラム教に改宗した。同時にアレクサンドラ・リソフスカからイスラム語で喜ばしいを意味するヒュンレムに改名したんだ。オスマン帝国に奴隷として連れられたヒュンレムはまず読み書き、そして刺繍や手芸、さらには音楽やダンスなど高度な教育を受けた。現代の日本にいる人たちにとって奴隷といえば無理やり肉体労働させられるようなイメージが強いかもしれない。だがオスマン帝国のハレムの奴隷たちは法的身分こそ奴隷であったが、その実態は奴隷というよりもむしろ女官に近かったようだ。そんなハレムに入った女性たちが真の自由を手にする唯一の方法が皇帝からの寵愛を受けることだった。ヒュンレムは知性があり芸術の才能も持ち合わせていたため、ハレムに入るなりみるみる頭角を現していった。その後皇帝スレイマン一世の寵愛を受けた彼女が第一夫人マヒデブランとの争いを制して皇后の座をつかみ取ったのは先ほど話した通りだ。そしてマヒデブラン失脚から2年後の1536年6月、オスマン帝国を揺るがすある出来事によってヒュンレムは巨大な権力を手にすることになる。その出来事とは皇帝スレイマン一世の右腕的存在だったイブラヒム・パシャ大宰相の処刑だ。されてた人が処刑されることなんてありますの？まさか皇帝が大好きなお菓子を盗んで食べていたとかじゃ。そんなことで処刑される社会なんて想像したくないぞ。実はイブラヒムパシャの処刑に関与した人物がいたらしいんだぞ。史上初の女人政治。どうしてイブラヒムが？あの人が何したっていうの？スレイマン一世の右腕とも言われていたイブラヒム大宰相の処刑はオスマン帝国の人々を驚愕させた。イブラヒム大宰相が処刑された理由は定かではない。だが処刑の計画に大きく関わったと噂される人物がいる。それはヒュンレム。実はイブラヒムは第一夫人マヒデブランの息子ムスタファを支持していた。これは将来母校の座につきたかったヒュンレムにとって邪魔になる。そこでヒュンレムはイブラヒムに関する中傷や世の中で取り沙汰されていた彼に関する噂を皇帝に吹き込んだらしい。恐ろしいですわね。これはあくまで噂に過ぎず真偽は不明なんだけどね。だがイブラヒムがヒュンレムの野望の邪魔者だったことは確かだ。この陰謀説信憑性高そうですわね。でもこんな悪女が権力握ったら国民は大変じゃないですの？それがね、皇后となったヒュンレムは様々な分野に功績を残し、今でもトルコの人々に人気の偉人でもあるんだぞ。自分の地位を脅かす人物が次々と失脚したことで邪魔者のいなくなったヒュンレム。当時のオスマン帝国は世界最大の帝国だったから世界最強の女性になったと言っても過言ではないだろう。ここから彼女はオスマン帝国に多大な影響を与えていくんだ。ある時は帝国内での閣僚会議を小窓から密かに覗いてスレイマン一世にアドバイスすることもあった。またある時は個人的に印象を作って直接他国の王と手紙で連絡を取り合ったこともあった。そう、ヒュンレムはオスマン帝国史上初めて女性として政治に関与した人物なんだ。そんな彼女の
の功績は政治の分野だけにとどまらない。実はヒュンレムは芸術や文化の発展にも貢献している。例えばアヤソフィア、ヒュンレムスルタンハマム、この施設は蒸気で満たされた部屋の中で大理石の上に寝そべって全身を温めるトルコ式の伝統的な公衆浴場だ。当時のオスマン帝国に住む女性たちにかなりの評判で毎晩長蛇の列ができていたという。そしてハセキスルタンジャーミン、ここはヒュンレムが慈善事業の一環として建設した複合施設だ。閑静な住宅街の合間を縫うようにして現存しているこの複合施設にはモスクの他に進学校や病院、公共の食堂、教育施設が含まれている。今紹介したどちらの施設も現存し観光客に人気となっている。このようにヒュンレムはオスマン帝国の政治と文化に多大な影響を及ぼし、その影響は今もなお深くその地に残っているんだ。そして1558年5月15日、ヒュンレムは享年54歳でこの世を去った。死因はマラリアによる高熱やインフルエンザ、心臓病、毒殺など様々な説があるが明確には分かっていない。彼女の死後スレイマン一世はヒュンレムスルタン霊廟を建造した。この霊廟は今でもスレイマン一世の霊廟と並んで立っている。魔性の女だと囁かれ様々な噂があったヒュンレムだが、皇帝スレイマン一世に深く愛されていたことだけは確かなのだろう。ミッドナイトの皆様、高評価とチャンネル登録お願いしますわよ。諸君無理せずでいいんだぞ。してよ、おい落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。